皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。大学野球の横浜市長杯争奪第20回関東地区選手権最終日は8日、横浜スタジアムで準決勝と決勝が行われ、創価大、東京新1位、打球6で日体大、首都1位を下して6年ぶり5度目の頂点に立った。準決勝は横浜正代、神奈川2位、打延長10回タイブレークの末に1・2で創価大に敗れ、 日体大は同じく延長10回に4対3で白王大、関行新1位に競り勝った。写真で見る、苦杯も守備の要となったエース高根と捕手渡辺の正代バッテリー。正代は2回に適室から1点を先制。先発高根が8回まで無失点に抑えたが、9回に押し出し支給で同点とされ、タイブレークでさよなら負け。決勝は総加大が序盤に最大5点のリードを許すも、 1>, 1点を追う7回に中澤の2点適時3塁打など一挙4得点で逆転した創価大日体大の両校は20日に神宮球場で開幕する明治神宮大会に出場する日体大は同日開幕戦で福岡大九州と創価大は同日仏教大関西と戦うどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう